さあ始まりました、コッサンチャンネルです。なかなかですね、最初のこのジャイロキャノピーのアクセルの突きが悪いんですよね、アクセルの突きが。はい、ということで始まりました、コッサンのジャイロキャノピーモトブログ。今日は、9月の3日ですね。9月の3日、今どこに向かってるかというとですね、僕の母校で向こう北小学校ってあるんですけど、まあ、あの僕の母校はですね、小屋の里小学校、伊丹のと、尼崎の向こう北小学校っていうのが僕の母校なんですけども、ちょっとひょんなことから、その母校で講演会をしてほしいという依頼が1年前にありまして、でやりましたら、まあぜひこの、なんやったら毎年お願いしますぐらいの感じで言われて、でまあほんまかどうかわからないかったんですけど、本当に依頼が来まして、で第2回が、まあ、行われるということで、今朝のですね、また9時過ぎぐらいですかね、向こう北小学校に向かっております。はい、今日はなんでジャイロかというと、まあ、本当は講演会なんで別にお話だけでいいんですけど、前回の講演会の時に思ったのが、やっぱりパフォーマンスしてから話した方がいいなっていう、やっぱり、ね、やっぱりその何をしてる人かっていうのが分かった上で話した方が説得力もあるだろうなっていう。だからまあ多分僕が言ってないんですけど、その学校の先生もなんかそのメディアに出てた時の動画であったりとか、昔の活動をしてるなんか動画も子供たちに見せてあげたいっていうことで、まあ資料を提出して、まあその昔の動画はテレビ出てる時のね、歌番組とかは出ると思うんですけど、やっぱ昔の人みたいなんでね、出るのは嫌なんで、まあそれを映像の後にパフォーマンスをやって、今はこういう風にやってるんだなっていうのを見せてから、まあ話したいと思いまして、まあだから今日はね、ジャイロキャノピーに道具を積んで向かっております。はい、まあ、そんなに遠くないんですけど、でまあその講演会っていうと結構割とこうです、ああですね、そう軽妙な話の、まあ、筋書きと、まあ、構成があって、最後におーみたいな。でも僕はそういうタイプではなく、どちらかというとなんか受け身で聞いてるだけなんて絶対面白くないと思うんですよ、僕はね。だから例えばそのほら、成功する秘訣についてっていう題名で、あ、じゃあそれ聞きたいからって集まった人の前でやるんだったら、まあ聞く気持ちもあるし面白いとは思うんですけど、基本的に小学校で別にね、全員一応聞いてる、別に聞きたくないしって思ってる人もいるし、うん、興味ない人もいっぱいいると思う。だからそういう状態の中で話をするのでは多分ね、あんま入っていかないと思うんですよ。だから事前に先生にどういうことを聞いてみたいですかっていうアンケートを事前に取ってもらってるんですよ。でまあ話の組み立てとしては、まあ、最初はちょっと話しますけど、基本的には生徒さんから、まあ、聞きたいことを聞くと、で聞きたいことを聞いて、でその聞きたいことについて話すっていう構成にしようと思ってます。うん、その方がまあ自分が聞いてることやし、身近な人が聞いてることなんで、いいのかなみたいな、というふうには思っております。まああとはね、同じ尼崎のね片隅でやってた先輩と、なんかまあ共感できるものが残せたらなと、そういう話ができたらなと思ってますんで、はい、講演会の模様を見てもらえたらなと思っております。でまあ僕がですね、過ごした懐かしの尼崎の、道とかですね、場所なんかも走りながらちょっと説明したいんで、
ちょっと回り道しながら行ってみたいと思います。はい、それではですね、ちょっと向こう北小学校が近くなってきたんで、ちょっと大回りして僕の子供時代のちょっと思い出なんかをまだ時間あとあと大丈夫、いけるいける、ちょうどいけると思う。はい、ちょっと僕のですね思い出の場所なんかを紹介しながら走っていきたいなと思っています。まあ国王がですね171号線で、こちらの方がですね僕らが住んでた校区で、団地とかマンションとか新しく作られたばかりの家があって、まあ僕らはそこで住んでたんですよ。そこをですねちょっと僕の通学路とかをちょっとこう紹介しながら向こう北小学校に行ってみたいなと。本当は向こう北小学校ねあちらなんですけど、ちょっと大回りしていきたいと思います。このゴルフ場は昔からありますね。でここにあるドブ川、この横のドブ川で、ドブ川があって、でここに駐車場じゃないバス停ありますよね。ちげ茶屋っていうバス停なんですけど、ここ覚えておいてください。じゃあ僕の通学路のイメージから行ってみたいと思います。うわこんな狭かったんや、もっと広いイメージだったけど、はい、僕の家はここでした。まだ建ってますね、ここです。ここは笠原家でした。でここでよくドッジボールしたりね、みんなでケンケンパとかしてました。でここの公園、この今は草ぼうぼうですね、多分子供がいないんでしょうね。ここでもういつも遊んでました。ここで靴飛ばししてですね、この家に靴が入ってほんまにしばかれてました。でこういう風に行くんですけど、さっきのですねドブ川あったでしょ、あのドブ川の中に入ってね小学校まで行ったり無茶してました。でちょっと僕の行き方とは違うんですけど、ちょっと説明しながら、こちらもすごいね学校に通う校区なんですよ。であれなくなってる、あれ幼稚園がなくなってる、ほんまはここに幼稚園か保育所あったんですよ。ないな。ほんで当時はもう子供心にもうちょっと寂れてるけど、ここが11階建てマンションって言って、ようここで軽泥しました。でこっちが普通の団地、ここから来てる子も結構いました。でこう行ったら、まあ、見たらちっちゃく見えますね。ここに駄菓子屋というかおもちゃ屋があって、ここでよくなんか買いましたね。ねお店のちょっと趣ありますよね。ほんで、小学生はこの、歩道橋を渡らなダメなんですよ。下通ったら怒られるみたいな。そうそうそう、僕は大人なんで下行きますけど。でこっち向こう側ね、でこれが、わあたったこんだけなんや、すごい長いイメージだったけど、この下とかねよく魚とか捕まえたりとかしてました。でここが向こう北小学校で、この前でカブトムシとかですねいろんなもん売ってましたね。はい到着です。この辺もっとこんな家建てなかったです。はい到着しました。はい、到着しました。それじゃあ今から準備します。やっぱりですねジャイロキャノピーはこういうとこ便利ですよね。荷物が入ります。行きます。みんな YouTube 見てる？どんな見てんの？みんな YouTube どんな見てんの？ YouTube ゲーム実況。あ、ゲーム実況どんな見たの？バドミントンのやつ。今もうみんなバラバラやね。いきます。はい、拍手。私の名前なんでしょう。せーの、おっさん。カッソンは頑張れ。ミュージックスタート。優しいのね。We are controlling transmission.
play some other music. Don't stop.小学校の先生になりたいって言った彼女がやっぱり
小学校の先生じゃないかもしれんやん、将来。でも小学校の先生になりたいと思って今毎日それに向かって進んでたら、小学校の先生になろうがならまいが絶対次のステージもあるしなってるかもしれんし、多分絶対叶うと思います。だから抽象的でもいいんで、例えばさ、テレビに将来出たいなとかって人、多分手上がらへんけど心の中で思ってる人おると思う。テレビに映りたいな、そんなんでもいいねんで、そんなんをまず書く。で書いて、今度は2ページ目に、じゃあテレビに出るためには何で出るか、スポーツで出るのか、勉強で出るのか、和芸で出るのか、ジャグリングなのか、ダンスなのか、それを書く。じゃあ今度それをいついつまでにやるね。やっぱり日本チャンピオンとか世界チャンピオンにならへんから、そんなんでさ、テレビ出られへんね。じゃあ世界チャンピオンになろうと思ったらさ、まず日本チャンピオンだなあかんし、日本チャンピオンになろうと思ったら地方予選とかなあかんよね。でそれ地方予選勝とうと思ったらチーム組まなあかんやね。じゃあチーム組む前にダンス習わなあかんや。じゃあどこに習いに行くのか、一人でやるのか、誰なのか、そういうのが見えてきます。見えてくるんですけど、若い時っていうのはそれを見ようとしません。なぜか時間がいっぱいあるから。 今何歳ですか？11歳ね。1時間のドラマが11本しか進んでないんです。まだ物語、映画を見た時に11本しか進んでなかったら、残りどういう展開かわからないよね。誰が犯人だとか、ここに財宝があるとかわからないよね。だからみんなは時間はたくさんあるんだけど迷っちゃう。あっち行ったりこっち行ったりそっち行ったり、でもそれはいいんです。だから大事なのはいっぱい行ってみること、いっぱい行ってみること、いっぱい経験してみること、自分の中でやりたいなってことがあったらやってみてください。もしかしたら高校の先生、あ、学校の先生全然合ってない可能性があるんですよ、本当に。でもね、それが分かるのが大事。分かることによって私こっちの方が向いてたかもしれへん、知ることができるやんか、ね、ゼロに何かけてもゼロなんです。分かる？ワンムーブ、一日ワンムーブ、一個一個、ほんまに興味あることを図書館で本を見る、あ、そうなんや、知ること、これワンムーブです。これ全部1だよね。 0.001 の1だよね。それかけていったら増えていくんだからね。増えていきました。初めからできたわけじゃないです。初めは僕もソロ版習ってました。宮の北団地からなんかやめました。6級ぐらいすぐやったかな。ギター習いたい、向こうの方習いに来ました、やめました。向こう側で Z っていうリトルリーグがあってね、全部一式買ってもらって、はい、すぐやめました。やめてやめての人生。学校では毎日怒られた。女の子を差別しました、誰々をね、殴りました。全部失敗してできへんかったけど、あ、これだけはやってみようと思いました。でも当時はダンスのブームが去って誰もダンスしてなかった。親もダンスなんかやめなさい、あんた高校生にもらっていつまでダンスやってんの、19、20歳、もういい加減ダンスやめなさい、社会人、22、23、ダンスやめなさい。周りの友達一緒にやってたやつ全部やめてきました。職場の人も誰もダンスのことを理解してくれません。ダンス文具も何もなかったからね、当時。でもずっとやってて、働きながらずっとダンスやってたら27歳の時に日本一になりました。あれ、ここ拍手ないんですけど大体のは好きなことでご飯を食べていくっていうのは、こっからがほんまに大事なことなんですよ。みんながテレビで見てるのはいいところだけしか見てません。やっぱりテレビに出れる期間っていうのもあって、そこからテレビに、例えば事務所を離れたりとか、年齢が上になって怪我したりとか、ずっと出れてない人もいるじゃないですか。昔見たけど今出てない人いるでしょ。でもその人は不幸なんかじゃないの。自分の本当に好きな仕事でいろんな営業とかいろんなパフォーマンスをこういうふうにしたりとかして、好きな芸でご飯を食べてるんです。僕もそうです。今ここでやってるステージも、当時ああいうふうにね、テレビとか外部で華々しいところでやってるとも同じです。なんやったらあの時は8人でショーをやってたけど、今は1人でやってます。みんなが僕を1人見てくれてる。今年の夏は北海道と新潟のフェリーの中で行き来しながら、フェリーの中でずっとパフォーマンスこういうのやってました。終わった後に小さい子供とか おばあちゃんとかね、お母さんが面白かったです、楽しかったですって言われるのが嬉しくて、こういう仕事をやってます。昨日は妻水族館でやってました。で、心の中に俺の言葉を溜めてるやつっていうのは、他の人の話も溜まっていく。先生の話、めっちゃすごいという話、テレビの偉人の話、全部溜めていく。
それを自分に転化して、よし、俺もできるかもしれんって言って溜まっていくんです。でも、この中で何人かは、シュウィン、テレビ見た、シュウィン、落ちていくだけ、溜まれ。さっきも言ったゼロは何かけてもゼロ。でもそんなやつおれへん。俺ももう学校の中で一番悪いやつだったから、この中で。全員の男子と喧嘩したの俺。全員投げ飛ばして、先生に出て行くわけ。そんなやつが、今そんな思わへんの。なんでそんなしたんやろって思うからね。だから、まああんまり俺が一方的に喋るとね、こんな感じになっちゃうんで、なんか、今度から、こっからは、みんなからなんかもし意見があったら、その意見に答えれたらなと。はい、どうぞ。それは、でもさ、憧れってあるよね。憧れ。例えば、あの人綺麗やなって思わへん。ね。これ美味しいなって思ったりするやん。それで終わるのが普通の人やねん、大体。でも、俺を言えるのは、例えばね、ご飯を作ってる人、それを食べる人、ね、面白いパフォーマンスをする人、見るだけの人、ね、作る人と見る人ってあるの、見る人っていうのはいつでも見る人になれる、見るだけやで、食べるだけ、楽しむだけ、ね、でもそれを作る人っていうのはやっぱり作ろうっていう努力とか、どうやったら楽しんでくれるか考えないですか。だから、なりたいとかじゃなくて、自分がいいなって思って人に勧めたくなる。これ美味しいから食べてみたら、この番組面白いから見てみたらってなるやんか。やったら、それを作る側の人になってみたらどうやろうってこと。やってみたら、あんなにバカにしてたお笑いの人とをね、自分がその場になってみるやん。いや、こんな難しかったんや。結構、そこ、これが分かるわけ。だから、わからないときっていうのは、自分のちょっと興味あることを、作り手の側の気持ちになって、実際やってみる。ちょっとやってみる。思うだけで終わるんじゃなくて、やってみるっていうことが、まず大事です。全然違います。一例で言うたら、この水晶ね。僕がこの水晶を始めたときっていうのは、もう、テレビで結構やってる人いっぱいいたんですよ。今更やってどうなんのやろうって思うね。俺は。でも、そこで終わったら、さっきも言った、ゼロで何かけてもゼロよ。でも、俺はな、地震あったんや、3.11。すごい地震あったんや。あの時に津波でパーン流されてる人見て、むっちゃみんなさ、ローン、頭抱えてさ、どうしようこれからって人見た時に、俺、何もその時ダンスしかやってなかったから、事務所を離れて大阪に帰ってきて、今から14年前、どうしようかなと思った。まだ大丈夫かもしれない。よし、一回全部死んだと思って、今までテレビ出てたとかね、ダンスで優勝したとか、全部忘れて、まずこの水晶を練習しようと思って。見たことある。ほんで、これずっともう毎日、朝の10時、朝の5時までもう毎日ずっと、こればっかり練習した。ほんなら、これできる人はおるけど、これやりながらさ、こうダンス踊れる人ってあんまおるへん。わかる？これできる。あ、なら、それでピックアップされてテレビ出てたりとか、いろんな仕事を呼んでくれてるな。だから、頭で考えて、あ、これ見たことあるし、今更やっても、じゃなくて、やったら、今まで自分が言ってきた、ね、自分の経歴と自分の個性が合致して、自分しかできへんもんができんねん。だから、これはこうやねんなって先読みするんじゃなくて、あ、これちょっといいと思って思ったら、やってみる。やってみたらそこからわかる。好きになるかもしれない。もっと嫌いになるかもしれない。だから、やってみるっていうのが、まず大事。ね、まず、0.00001 でもいいから自分にその1を入れる、経験を入れる。じゃあ絶対実は自分の本当に好きなことが出会えると思います。で、失敗がいっぱいあるほど、さっき言ったみたいに、俺が言ったみたいに、失敗がいっぱいあるほど、あ、これいいかもっていうのに出会った時にめっちゃ頑張れる。誰が何か言われても頑張れる。やめとこうと。だから失敗はすごくいいね。次の人。はい、次の人。はい、まあ僕も偉そうにそうやっていろんなことやってるって言ったけど、最初からいろいろやったわけじゃないね。やっぱりダンスに出会って、ダンスしかやりたくなかった。俺はダンスで世界一になるって決めて、毎日やった。初めめちゃくちゃ硬かったけど、毎日始めました。だからまあ、2、3個あるんだったら、まず最初の段階で2、3個やったらいいんじゃない。その中で一番自分がやりたいやつをやればいい。ただ、ほんまにどれも3つもやりたかったら、3つやっていい。例えばこういうこと。新体操ってあるやん。
新体操の人ってさ、新体操って一個の種目の中にリボンもコンボもボールも体操もなんかいっぱい入ってるやんか。それで一個やね。二頭もの一頭ですって言葉は俺あまりどうかな、五個が一個の種目は一頭や、二頭じゃないやんか。だから君の好きなやつが一個って思えたら一個や。その代わりやっぱ薄まるよ。ダンスばっかりガーって掘って頑張ってるやつはめっちゃ掘れるやん、ダンスの穴を。だからめっちゃ詳しくなるやん。君は3つ掘るから、こっちも掘ってこっちも掘ってこっちも掘って。だから人よりねえへんかったりね。年と3倍頑張ったらいけるよ。でも一番今ね、1個でまず頑張ってトップ取るやんか。トップ取ってからもう一回こっち行こうが早い。なんでかっていうと、トップ取るっていうことはトップ取る取り方をそこで学ぶ。どうやったらトップ取れるんかなって分かるよ。分かったら2個目行った時にトップ取りやすい。そしたら僕は早いと思いますよ。はい。じゃあ次。はい。こちら。失礼します。ご登壇ありがとうございました。またお願いします。難しいな、この帰る道をね踏襲しながら帰りたいと思います。懐かしい懐かしい、あれ向こう向こう側ね、西小屋ですわ。なんかすごい道がね狭く感じるんですよね、子供でちっちゃかったから。ともかくね、まあ絶対ね、全体のね、もうほんまに何分の1かしかね、多分伝わってないとは思うんですよ、僕の言ってることを。でもね、それでもいいんです。何人かが目を輝かして聞いてくれてたんで、それで大丈夫です。さあ、じゃあですね、まっすぐ帰るんじゃなくて、ちょっと僕の、こっちから行けるかな。宮の前市場行ってみたいと思います。どうやったっけな、うわ懐かしいなこれ、懐かしいなこの道。神社あんねん、ここにラジオ体操を着てた。ここちっちゃ、ほんのちっちゃい、マジかよ。来てた。ちょっとごめんなさい、あのおもちゃ屋さんがあるか見に行きましょう。でここの緑の建物、ここで当時インベーダーゲームが置いてたんですよ。でインベーダーやってましたね、インベーダーやってた。でこの角曲がって右に本屋さんがあって、ここでサーキットの狼とかドラえもんとか買ってた。まあないよね、ここね、ここでも、ここが、自転車屋さんとかあって、でここがおもちゃ屋さんなんですよ。まあうわー全部なくなってるやん。おお、ん？どこや？え？ちょっと待って、ここやんね。ここが僕らのもう聖地。あ、宮の前市場がないんや。ここがババチャや言うてね、おもちゃやったんですけど、もうないっすね。ないんか、そらそうか。うわー寂しいなー。でこの先で僕はそろばん習ってたんですよ。そろばんを習ってた場所も行こうか。うわーショック。なんかだいぶ昔はまだやってるよとか、まだあるよって言ってたんやけどね。あ、ここの散髪屋を着てた、子供の時。ここのね、ここで僕あれですわ、やってたあれを、そろばんで、ここのそろばんのここから今ここ立ってるけどなくて、駐車場で石投げて車割って、親にですね何万円も弁償させられて、どつかれて怒られました。懐かしい。そうやね、こっちからも帰る道あんねんな。うーわ俺の青春が、あ、利用坂部、そう坂部。いやもうなんかもうシャッター街になってねんな。だから市場がなくなったことによりシャッター街になってんねんな。そうか、よう昔はねここ曲がって行ってたんですよ。ほんでここの、そうそうそう、ここと、
やっぱこのドブ川は案外やっぱ向こう側近いから綺麗なんですよね。昔魚がよう流れてきてね、雨の後。うわぁ懐かしいわ。さあ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 、ここを通ってね行くんですよ。子供やから大通り通らずにね。で裏の行き方もあんねんけど、マイク。はいはいはい、バイクの残骸が。はい、でさっきも言ってた僕の家が、ね、このセブンイレブンができてるようじゃそれは駄菓子屋も潰れますよ。昔はコンビニっていうものがなかったんだからね。でここは僕の家でさっき言ったね。うわ、なんかようここで野球やったりドッジボールやったな。やったやった。うわ、あそこ全部畑やったの。ここも全部畑やったの。全部侵食してきてる。あ、懐かしいわ。あ、石田さんまだおる。ここ僕友達ですね、ちっちゃい時ね。そうそう、なんかすごい、もう畑がなくなってもマンションだらけ。今このいわゆる通ってる裏道が、まあ、泉屋とかにつながる道でよく通ってました。周り両脇田んぼでね、ようバッタとかね虫いっぱいいましたよ当時は。ここも工場あったかな、なくなって一回火事になってね、ここはね、思えて、ここはもういっぱい家できとるから、せっかくここまで来たから父ちゃんのハゲ頭でも見て帰るか一瞬ね。まあこの泉屋はなくならないですよね、ずっとありますね。まあでも活気はないですけどね、イオンができてから。やっぱイオンできるまではねすごかったんですよ。で昔ここにね、あの漫才師の春安子が来る言うてね、僕ら来て、で行ってる途中に田んぼでマムシに誰か噛まれた言うて大騒ぎになってね。マムシ出るってすごいよね。あの辺ってもともとね、蛇塚言うて田んぼにめっちゃ蛇とかおったんですよ。でなんで蛇おるか言うて、カエルとかね、バッタとかね、そういう水生昆虫とかいっぱいおったから。それがもう見る影もないですよね。ちょっと実家に行って親父の顔を見て帰りたいと思います。